新潟県村上市の日本海沿岸にある温泉。右手に見える温泉街の前に、瀬波海岸が広がる。日本海の瀬波海岸に面しており、十数軒の旅館及びホテルのほか日帰り入浴施設や、無料の足湯がある。小金崎不老不死温泉などと同様に、日本海に沈む夕日が有名であり、2008年7月1日に、 NPO 法人の地域活性化支援センターから恋人の聖地として認定されている。秋に酒が遡上することで有名な三面川が村上市内を流れていることから各旅館などでは名物の各種酒料理などを夕食時などに味わうこともできる。平家湯は1904年であり、豊富温泉、羽沢温泉、月岡温泉などと同様、 石油未作中に発見された。よさの秋子が訪れたこともあり、45種の花碑が設置されている。2004年の開け U100 周年にあたっては、記念事業として足湯、手湯を備えたポケットパークが整備された。2009年には温泉排熱を活用して、パッションフルーツなどの南国フルーツ栽培を行う栽培ハウスが地元企業によって開設され、 セナミ南国フルーツ園として営業されている。2021年には源泉を利用した銭湯が開設された。この他、新潟空港からセナミ温泉直行ライナーが運行されている。ありがとうございます。